アールト大学、アールト大学、ヘルシンキ経済大学、ヘルシンキ美術大学である。科学、ビジネス、美術の各コミュニティが密接に連携することで、学際的な教育と研究を実現しようとしている。2010年、フィンランド政府はイノベーションを基礎に置く大学を作る、取り組みに着手し、3つの大学を1つにまとめ上げた。 フィンランドの大学がイノベーションを引き起こすというモデルの役割を担わせようとしたのである。アールト大学は6つの学部からなり、19000人の学生と5000人の教職員から構成されている。規模としてはフィンランドで3番目に大きな大学である。6つの学部はどれも各領域で高い評価を得ている。メインキャンパスはエスポのオタニエミにあり、 工学部はここに設けられている。ヘルシンキには2つの学部があり、それぞれビジネス学部が討論に、美術、デザイン、建築学部がアラビアンランタに位置する。加えてヘルシンキの外のミッケリ、ポリ、バーサにもいくつかのユニットがある。アールト大学はフィンランド政府による新たな高等教育の公開実験の場でもある。アールトデザインファクトリー。アルトスは 学生により運営されるヨーロッパ最大の企業家コミュニティであり、スタートアップとしてサウナ促進プログラムを組織し、2010年以降に3600万ウェイドル以上のファンドを集めた。2004年、フィンランド金融省のアンネ・ブルニーラが主導するワークグループは、フィンランドには大学やその他の高等教育機関が多すぎるので整理、統合すべきであると結論づけた。 この決定を受け、当時ヘルシンキ美術大学の学長であったユリオ、ソタマーは2005年の学長就任演説にて既存の大学を合併し、アールド大学を創設するという提案を行った。そうすれば、ユニークかつ学際的な大学が誕生し、革新的な考えを生み出すことができるようになると、ソタマーは考えたのである。フィンランド教育省はこの構想に注目し、 金融省のトップであるライモ・サイラスに声をかけ、大学合併の可能性を探る調査官に任命した。サイラスのグループは、合併はフィンランドのアカデミズムと経済にとって有益であると報告した。この調査結果をもとに、フィンランド政府は2007年11月11日、合併プロジェクトを進めることを決定した。2008年5月29日、新しい大学の名前は、 フィンランドの建築家、アルバーアールトにちなんだものにすると政府は発表した。技術、経済、アートという3領域にわたるアールトの功績を称えてのことである。2008年6月25日、当時のフィンランド教育大臣、サリ・サルコマーは、フィンランドの産業界と専門機関の代表者とともに、ヘルシンキにてアールト大学検証に署名した。 2008年12月19日、理事会はトゥーラ定理教授をアールト大学所大学長に選出した。アールト大学は2010年1月1日に開学した。大学が基金を集められるようにするため、創立過程においてフィンランドの大学関連法規は改正された。寄付金集めは現在も続いており、目標値は個人寄付だけで2億ユーロを達成することである。 個人寄付の総額の2.5倍、最大5億ユーロが、フィンランド政府により補強されるので、資金調達プロジェクトの目標額は、合計7億ユーロとなる。教授と一緒に測量する学生たち。ヘルシンキ工科大学初期の様子。アールと大学創立時にできた4つの理工系学部は、もともと、ヘルシンキ工科大学にあった学部であった。 1849年にニコラ一世によって創立された大学である。大学の地位を得たのは1908年であった。1966年、高科大学はヘルシンキの下町、ヒエタラハティから現在のオタニエミキャンパスに移転した。アールト大学の創設時には、高科大学は約250人の教員と約1万5000人の学生を抱えていた。 アールト大学を構成する大部分がヘルシンキ工科大学を元としている。2011年、かつての工科大学は4つの学部に分割され、合併前の学科構成に対応するように再編された。現在の学部構成は科学技術学部、電気工学部、工学部、理学部である。ヘルシンキ経済大学は1904年に在会の手により、 ヘルシンキで創立された。1911年には大学の地位を得た。それ以降、私立大学として運営されていたが、1974年からはフィンランド政府が大学の予算を管理するようになった。合併後、大学名はアールト大学経済学部になったが、現在はアールト大学ビジネス学部に改名した。 アールト大学はアールト大学財団のとに法人化されており、7人の理事から構成されるアールト大学財団理事会によって運営されている。理事会は財団の経営戦略、執行、予算について決定し、長期計画の策定、大学学長、副学長の任命を行う。アールト大学初大学長は分子電学者のトゥーラ・テイリー教授が務めた。 彼女はスウェーデン王立工科大学の元副学長であった。アールト大学は6つの学部からなり、それぞれ学部長の元自律的な行政構造を備える。アールト大学は2011年初めから6、学部体制であるが、これらはもともと3つの大学からできたものである。各々の,の,の学部は複数の学科、研究所と研究ユニットを抱えている。大学のメインキャンパスは、 エスポーのオタニエミにある。他にはアラビアとトー炉の2カ所にキャンパスがあり、それぞれヘルシンキ美術大学とヘルシンキ経済大学から引き継いだものである。しかし、どちらも段階的にオタニエミにー転中でビジネス学部の修士課程のみ通炉に残る予定である。理工学系の4学部はエスポーのオタニエミにある。ヘルシンキ中心部から10キロほど離れた。 アルバアールトがデザインしたキャンパスだ。オタニエミは高度な技術が密集している街である。フィンランドの林業の連携実験研究所 KCL、ビジネスインキュベーターのインノポリ、テクノポリスなど、ハイテク企業が近くに位置している。また、ケーラニエミにも隣接しており、そこには、生命科学センターや著名なフィン、2017年11月に開業したヘルシンキ、地下鉄、 アールト大学駅がキャンパスに直結しており、ヘルシンキ中央駅からおよそ12分である。ティクカーリーキーラと呼ばれる学生寮には工学系の学生2000人が住んでいる。この寮も歌に襟にある。100を超える学生団体が学内に存在し、スポーツから音楽まで幅広い課外活動の機会を提供している。美術、デザイン。 建築学部は138年にわたって、フィンランドのアートデザイン教育を牽引してきた。国際的な大学院大学であり、世界の50カ国以上から留学生が集まる。博士課程、修士課程、学士課程を有しており、学位を取れる分野として、ファインアート、デザイン、ニューメディア、美術教育、資格文化、映像、プロダクションデザインなど多様な専攻がある。美術、 デザイン、建築学部は学際的研究プログラムを発展させたバイオニア的存在であると言える。現在の学部名が付けられたのは2012年に建築学科が工学部から移転してきた時である。建築学科は建築とランドスケープアーキテクチャ学の理学修士号を授与している。アールト大学を構成する3大学はそれぞれの領域において フィンランドを代表する人物を輩出してきた。第二次世界大戦の後、フィンランドの経済は成長し、フィンランドの企業は世界市場プレイヤーの座に上ったが、それに合わせて高度な技能とリーダーシップを備えた人材を求めるようになった。ヘルシンキ工科大学とヘルシンキ経済大学は国内最高峰の大学としてこのニーズに応えてきた。20世紀後半には、 両大学は入学生数を大幅に増やすことになったが、それは市場が急成長し、要求が多大なものになったからである。他方で、ヘルシンキ美術大学はアートデザイン領域における数多くの有名人を育てており、彼、彼女らが今日フィンランドデザインとして知られる、際立った様式を創出してきたのである。ありがとうございます。